第42回ジャパンカップスタートしました。先行争いやはり黄色い星ユニコーンライオンが行きました。そしてハーツイストワール内の方からはフランス3歳シムカミル、ハーツイストワール、ユニコーンライオン、外からは帝王ロイヤル引いて3番手4番手ダノンベルーガも前だ。それを制してボッケリーニ、中段につけました1番人気のシャフリヤール、後方からはユーバーレーベン、リッチマンといった展開、西日に照らされます。さあ18頭1、2コーナー中間地点、金色の18頭の馬体が輝く1、2コーナー中間地点、一段の競馬になりました。各馬向こう上面に移っていきます。1番人気のシャフリヤールは中段外、9番のユニコーンライオン国分に来ました。覚悟を持って引き連れます。その後ろからはあっとハーツイストワール高豊早めの2番手、帝王ロイヤルがその後ろ、フランス3歳シルカミル、外からはボッケリーニが4番手5番手、黒い帽子のベルトライゼンでも比較的前のポジションでしょうか。その後ろから11番の空手が追走、フランス3歳オネストルメール、そしてゼッケン6番ベラーズールライアンムーアです。中段以降です。外からはダノンベルーが追走、さらにはグランドグローリーラストラン、内の方からはトラスト検診、前半の通過は1分1秒です。中段以降ですがちょっとテュニスがかかっているか、内の方から12番のシャドウディーバ、そしてここにいたシャフリヤールは後方2番手3番手、シャフリヤールは後方2番手3番手日本総大賞、そして岩手の星リッチマンが最後方からの競馬です。先頭から後方までは10馬身圏内1段だ。後方から数えて3投目4投目、外に持ち出したシャフリヤール、鞍上クリストフルメール、クリスチャンデムーロ、ムチを抜いた。さあ先頭は黄色い帽子のユニコーンライオン、しかしほとんどリードはありません。ハーツイストワール、帝王ロイヤル、さらに外からボッケリーニ、大外からは歌詞の女王ユーバーレーベン上がってくる。さあ西日の差し込むゴール地点へ18頭の戦い、ムチが入った。ユニコーンライオン先頭、武豊ハーツイストワール、外からボッケリーニ、狭いところからベラーズール突っ込んでくる、最内潜り込んでオネストルメール、さあハーツイストワール、ハーツイストワール4度目の正直なるか、川田のムチが飛ぶ、ダノンベルーガ、ダノンベルーガ、外からはシャフリヤール、ダノンベルーガ、内からはベルトライゼンデ、ベルトライゼンデ、しかしシャフリヤール、シャフリヤール、ベルトライゼンデ、赤い帽子のベラーズールだ、ベラーズールだ、すごい足、異次元の足、ベラーズール、とんでもない足を見せたベラーズール、シャフリヤールを内から捉えたベラーズール、まさに瞬間移動、異次元の足。